級チャンピオン、日本フライ級1位フレサー、元 WBC 世界フライ級王者の小熊翔司選手はフレサー・キミオ選手と対戦しました。小熊選手はサウスポーのテクニシャンのボクサーで、この試合の約2年前に WBC 世界フライ級王者から陥落しましたが、その後連勝しており、世界挑戦を目論んでいました。小熊選手は右利きのサウスポーなので右フックが強く、またボディーブローも多用するスタイルでしたが、少し前から右ジャブを多用するようになりました。一方、ベテランのフレサー選手はタイトルに縁がなく、すでに6敗していましたが、元日本ライト級王者の高山さんがトレーナーとして小熊選手の対策を練り、またお互いクリスチャンということもあって、精神面でも支え、この試合にかけていました。はい、試合前にも言ってましたが、とにかく余裕が出てきたらですね、はい、いろいろ自分ではそのアウトボクシングをやってみたり、あるいはインファイトをしてみたりですね、これまで練習をやっているボクシング、緩急自在のボクシングをラウンドごとにやってみたいと、はい、第5ラウンド、ここまで劣勢だったフレサー選手は猛然と前に出て攻撃を仕掛けましたが、テクニシャンで経験豊富な小熊選手は落ち着いて対処しました。もう全身体ごとぶつかっていきます、フレサワです。それこそ捨て身の戦法でしょうか。そうですね、なおも絶えず攻撃をするフレサワ選手を小熊選手はうまくさばきますが、高山トレーナーだけはフレサワ選手のペースになってきたと逆転を信じ、フレサワ選手も高山トレーナーの指示を遂行すべく前に出て連打を続け、第8ラウンド、ついに元世界王者小熊選手を捉えました。入ってくれてですね、はい、やってくれたんです。僕は本当に、僕はクリスチャンですけども、本当に神様がこうして僕にチャンスを与えてくれて、はい、今晩本当に抜くかと思ってですね、はい、僕に勝利を与えてくださったことを本当に感謝しています。大番狂わせを起こしたフレサー選手は、その後テクニシャンのミゲル・カントに世界挑戦をしましたが敗れ、次の試合もジムとテレビ局の都合で世界戦をやらされましたが、強打のグティ・エスパダスの前に力つきました。小林浩二選手は新人王戦では渡辺二郎選手に KO 負けを喫しましたが、その後勝ち続け、25戦目に WBC 世界フライ級王座に挑戦しました。小林選手は王者フランク・フェデロより10センチ以上背が高く、サウスポーからのワンツーを打ち下ろし、第2ラウンド早くもダウンを奪いました。起き上がった王者に小林選手は左ストレートを打ち下ろし、このラウンド合計3度ダウンを奪いました。それでも王者は起き上がりましたが、小林選手の攻撃に防戦一方になったところ、レフリーストップが入り、世界王座を奪取しました。元 WBC
世界フライ級王者小林浩二選手は、世界王者陥落から1年後に日本スーパーフライ級王者勝間和夫選手と戦いました。下馬評では元世界王者の長身サウスポーの小林選手が圧倒的に有利でしたが、勝間選手が打ち合いに持ち込み、第8ラウンドに元世界王者の左ストレートに勝間選手が得意の右を合わせてダウンを奪いました。ダウンを奪った勝間選手は一気に勝負に出て連打を振るい、小林選手は迎え撃とうとしますが、勝間選手が小林選手の左を外して一気に出てスタンディングダウンを奪いました。勝間選手はこの試合に勝てば世界スーパーフライ級最強の渡辺二郎選手に挑戦する話が出ており、それをモチベーションに怒涛の連打を敢行し、コーナーに追い詰めたところでまたもやスタンディングダウンを奪いました。再開後、小林選手は得意の左ストレートに望みを託しましたが、勝間選手は外して得意の右を炸裂させ、渡辺二郎選手との戦いを手繰り寄せました。実質 WBA と WBC の王座を統一した渡辺二郎選手はスーパーフライ級では無敵を誇り、勝間選手との防衛戦でも試合中にヘアスタイルを直すほど余裕を見せ、勝間選手のパンチを見切り、タイミングのいいパンチを的確にヒットさせ、一方的にダウンを奪っていきました。王者渡辺選手は第4ラウンドに強烈な右フックと連打からの右アッパーでダウンを奪い、そして第7ラウンドにも2度ダウンを奪い、4度目のダウンとともにレフリーが試合をストップしました。田辺選手はアマチュアで115勝5敗、しかも東京オリンピックの金メダリストの櫻井選手をも下していました。プロデビュー後21勝1分けと無敗のまま引退したのです。田辺選手の最後の試合は当時の世界王者オラシオ・アカバルとの一戦でした。スピードに勝る田辺選手は3ラウンドに早くも王者からダウンを奪います。ノンタイトル戦で世界王者を破った田辺選手、5ヶ月後に赤バルとの世界タイトルマッチが決まったのでした。しかし世界戦に向けてトレーニングをしていた田辺選手に悲劇が起きたのです。